が続くフィニアスとファーブディズニー XD。 僕らは受け継ぐべきだと。13日の日曜日はベイマックスザシリーズ2つの新作がやってくる。最高だろ。1つ目はクリスマスエピソード、メリークリスマス、奪われたプレゼントを取り戻せ。2つ目は1時間の特別エピソード、あんなロボットの話は聞いてない。卒業式を控えたヒロたちの前に最強のロボットが現れて絶体絶命の大ピンチ。さらにこの日は朝から一日これまでの戦いも一挙に見られるぞ。それが新作ベイマックス卒業大決戦。12月13日朝7時30分から12時間半ディズニー XD。 出陣だ。アイアンマンたちが宿敵サノスの陰謀に立ち向かう。まずいかもしれない。マーベルバトルワールドサノスストーンの謎、土曜日と日曜日夜9時25分、日曜日は新エピソード。ディズニー XD でスクルージおじさんのうち、あの大金持ちの、イエーイ、ダックファミリーが大活躍。お前たちはトラブルの元でしかない。スクルージおじさんに預けられたドナルドのおいっ子たち、これは勝てるぞ。最強の三つ子たちと一緒にドキドキの大冒険。家族の絆を見せる時だ。ダックテイルズ、平日と週末ご覧の時間で放送。ディズニー XD、XD の新感覚コントアニメーション。誰か助けてください。ダメなんで一旦。ヘンテコ6人組が爆笑コント連発。あれでも起こしちゃダメ。ダメ、危険だ。みんなも一緒に脳みそバッコーン。強盗したダサいおっさんは俺だ。もう逃げも隠れもしないぞ。ちょっとショーまで。あら、爆笑シアターパコーン、平日と週末ご覧の時間で放送。ディズニー XD。またまた始まるフィニアスとファーブディズニー XD。 まだまだ続くフィニアスとファーブディズニー XD。 ディズニーチャンネルにはやった、ワクワクと驚いた、驚きがいっぱい。12月のおすすめはこれ。私に任せといて。ディズニーチャンネルオリジナルムービーディセンダント。ベンを返して。日本上陸5周年をお祝いして映画3作品はもちろん、初放送の短編アニメーションなど一挙放送。すっごく楽しみ。もうマイレディって呼ばないの。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールは仲間が大ピンチの新エピソード。私のせいだよ。そして新番組ロストインオズ放送スタート。きっとこれを食べればメリークリスマス。さらにクリスマスにぴったりの作品もたっぷり楽しめる。12月のディズニーチャンネル、詳しい情報は公式サイトをチェック。世界を救うだけがヒーローじゃない、知ってる？あのスパイダーマンがいろんなヒーローからもらった正義のヒントを教えてくれるぞ。何か作るぞ。2人の知識を合わせれば何でもできる。いいね。失敗してもそこから学べることがある。頑張ってみるよ。それなら協力しなきゃダメね。ダメ。ヒーローを目指す君に送るミニ番組。ヒーローだったらちゃんと覚えておかなきゃ。マーベル教えてスパイダーマン、平日ご覧の時間に放送。ディズニー XD。 XD で大暴れ。宇宙からやってきた謎の侵略者ラビッツ。何を言っているのか、何をしたいのか、すべてが意味不明のはちゃめちゃ生物。ラビッツインベージョン、平日ご覧の時間で放送。ディズニー XD。 またまた始まるフィニアスとファーブディズニー XD。 この後のディズニー XD は裏庭でびっくり発明に挑戦。天才兄弟のはちゃめちゃ夏休み、フィニアスとファーブ、この後すぐディズニー XD。